ちいかわランド東京ステーション。こんにちは、すみれです。今日はこの東京駅のちいかわランドに来ています。イエーイ。ソラマチとかいろいろなとこにあるんですけど、今日は東京駅に来てみました。平日だけど結構混んでます。ちなみに私の推はうさぎちゃんです。ぴょんぴょん。これはラッコちゃんです。ガチャポンのシュシュのやつでラッコが当たりました。イエイ。はい、家に戻ってきて1日経ちました。ドタバタしてて取れませんでした。はい、では買ってきたもの紹介をします。バッグです。かわいくない？ちいかわちゃんかわいい。なんか涙垂らしてるよね。ちいかわちゃんってなんか泣いてるキャラなのかね。なんかよく泣いてるよね。よく泣いてるよね。よし、じゃあ1つ目、ででん、うさぎちゃん車。あ、ちっちゃんのおもちゃかな。あなたは違う。ちっちゃんのおもちゃかな。見て、ここがキーホルダーになってて繋がってる。あ、すごい、本当だ。だからここでカチンコンってやるとウサギが取れる。ウサギ乗る。あ、かわいい。こんな感じになります。ブーン。次。あ、ちなみに言ってなかったんですけど、2000円か3000円以上の ご購入でこれがもらえます。じゃあ2枚もらいました。こう、オーラか。こうやってなんか周りに出てる。入ってきました。朝風呂湯気か。面白いストーリーになってます。かわいい。次、ハンカチです。こちらちいかわのハンカチとうさぎのハンカチになっています。イエー。模様が、乗ったよ乗ったよ。 うさぎはすみれの、ちいかわはお母さんの。次、次こちらです。かわいい。うさぎ、これなんか冷蔵庫とかにペタッとつけてこういうのを引っ掛けられる。いいじゃんいいじゃん。お、次、ででん、ちいかわのイヤーカフ。ちょっとお姉さんグッズを買いました。そう、ゴールドとね、シルバーと2種類あって、イヤリングも可愛かったよね。揺れるイヤリングがあってね。つけました。こっちが、ここがちいかわちゃん。黄色の縁がまた可愛いです。可愛い。でこっちが、上がハート、下がモンガちゃんです。可愛い、大人っぽくなった。つけて1分くらいするとだんだん、え、本当についてるって感じで慣れる。全然痛くないの。イヤリングだとここ挟まれてるから少し痛いって感じになっちゃうかもしれないけど、これだと感じ。よし、じゃあこれをつけたまま次、ででん、うさぎの落花生の食べてるやつです。落花生とか、あと富士山とスカイツリーとかあったね。これも学校のランドセルにつけるしかない。しれっとアゴのせいにしてきた。ちょっと手動かせないね。右手だけで次紹介いける？いけるいける。あ、よかった。今度はふりかけです。これで絶対使えるやつ。そう、オリジナルキラキラシール1枚入り。これはちいかわランドじゃなくても売ってますね。スーパーに売ってますね。でん、やった、うさぎ、はぁ、飛んでる。こうやっていろいろな裏を持ってる種類があります。あ、なんかかわいいね。かわいい。これ袋でも楽しめるね。全部違うね、絵がね、うん、他にもいろいろとあるのでみんなは買ってみてください。あとまだ買ったっけ。あとはお土産。お土産はこれはちいかわランドじゃなくてフジテレビで買いました。そう、フジテレビショップからお友達に、そう、あげるやつ、あげるようで、お土産でスナック菓子のピザ味だって。巾着普通にいろいろと使えそうだったから買いました。以上かな。以上です。ちいかわランドで買ったものはこちらでした。ちいかわイコール川ちい